静粛性で、世界屈指の潜水艦である、新型3000トン級タイゲイ潜水艦が就役しました。お隣の作る動かない潜水艦とは、大違いの性能のようですね。実は、この新型潜水艦には、一つの大きな秘密が隠されていたようです。世界トップクラスの通常動力型潜水艦である、そう、流型潜水艦のスターリングエンジンがどうなるのか気になります。今回は、その秘密についてと、新型魚雷といった装備について、詳しく見ていきましょう。長らく定まった名称を持たなかった海上自衛隊の最新鋭潜水艦は、便宜上では3000トン型と呼称されていた。そんな3000トン型が2021年3月についに進水式を迎え、その名を最大の海洋生物の名になぞらえてタイゲイと名付けられたようだ。こうしてタイゲイ型と命名された新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進行し、2020年10月の時点ではどれだけの同型艦が建造されるのかは不明であった。これに関しては前級の総流型は12隻であり、前々級の親潮型が11隻建造されたことを考慮すると、昨今目標としていた実動潜水艦の22隻体制は整いつつある。だからこそ、それを増加させるのか否かによって、タイゲイ型の建造隻数も変わってくることだろう。このタイゲイ型潜水艦の諸元について掘り下げていくと、基準排水量が50トンほど増加したこと以外は、そう、流型の後期、オウリュウラとさほど変わらず、基準排水量が3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルとなっている。規模や大きさ、全体のフォルムなど、それらは、ほぼ、双流型を彷彿させるもので、実際、タイゲイ型は、双流型を踏襲したものと言えるだろう。そのことからも、一見して、判別可能な新機軸の導入は、行われていないとされている。また、タイゲイ型は、リチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しており、この点は、そう、流型の最後期型である、11番艦、オウリュウや12番艦、トウリュウと同じだ。今後、さらなる高性能化が期待されるリチウムイオンバッテリーは、しばらくは、海上自衛隊の標準的な仕様となることが予想されている。最新鋭の潜水艦にも搭載されるリチウムイオンバッテリーだが、身のところ、最高出力に関しては、以前の、そう、流型の方が上なのだ。というのも、それまでの、そう、流型の最高出力が、水中において、およそ8000馬力であるのに対して、リチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関による、オウリュウ以後の最高出力は、水中でおよそ5600馬力となっている。そして、比例して、水中での最高速度も、およそ20ノットからおよそ18ノットへの低下を見せているとのこと。しかしながら、連続潜航時間や持続可能な速度の向上によって、運用上の運動性能は上昇したと言われている。タイゲイ型では、潜水艦の目や耳と同義であるソナー類も、そう、流型から高性能化を果たしており、Z998 タイプが採用。また、光ファイバーを用いた栄光式アレイなどを実装しており、あらゆる分野で進行の形相を見せている共同光線能力にも対応しているとのこと。これにより自らは捕捉できていない敵目標への攻撃を、友軍の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータリンクにより可能にしている。タイゲイ型は、主兵装としては、地球、及び、
新型の人は、地式長魚雷、またはハープーン追艦巡航ミサイルを搭載しており、加えて、従来の潜水艦たちと同じように、艦首部分に、片側3門、合計6門の533ミリ、魚雷発射管を備えているのだ。着目すべきは、新型の人は地式長魚雷であり、これは、従来がの魚雷と比較しても、敵のデコイや、義眉への対応能力を格段に向上させている。加えて、深度の浅い海域でも使用可能という場所を選ばない、優れもので、今後主戦場になると、推測されている東、南シナ海での使用もしっかりと、視野に入っているとのこと。また、人は、地式長魚雷は、対潜水艦、対水上戦闘艦のどちらにも対応可能であり、中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を牽制する、いわば、対中国に絶対的な力を持つ兵装の一つと言っても過言ではない。さて、対芸型の収益を待たずして、少々気のせいた話題になってしまうが、海上自衛隊の次級の潜水艦にも、すでに注目が集まっているようだ。個人的には、対芸型が、そう、竜型のキープコンセプト上にあったことからも、今後のデザイン上も含めた、全面的な刷新を待望することから、このような機体混じりの注目が集まっていると、推測する。さらに、三菱重工業が、2019年の、MAST2019 というイベントで、近未来の潜水艦のイメージ画像を提示し、現行の対芸型とは、大幅な変更が感じられたことも、要因の一つだろう。イメージ画像の潜水艦についてだが、現行の対芸型に比べて、セイルの位置が、若干後方に移るとともに、船体に一体化した、流線形の形状の中に組み込まれているようにも見えるが、これは、あくまでも、イメージ画像ということを忘れてはいけない。ゆえに、今後、実際の次級のデザインがどうなるのかについては、想像の域を出ない、未知数な部分であるわけで、しばらくは、世間にそれらが流布されることはないだろうと考えられる。また、現在、急ピッチで、自動車などの民生品での開発が進んでいる全固体電池が、潜水艦用に実用化を図っているとのこと。これにより、リチウムイオン電池すら凌駕する長時間の航行時間や、広い行動範囲を得られることが予想されているようだ。とはいえ、最終的には、ドイツの209型や212型などが採用している、燃料電池の高性能化が最も有力視されており、次級のいずれかの通常動力型潜水艦に採用され、それが標準仕様になると考えられている。というのも、電池である以上、充電という行為は、どうしても必要不可欠になってくる。通常動力型で、原子推進型に対抗しようと考えるならば、瞬間的な水中移動速度などにおいて引けを取らず、30ノット以上の高速度も期待できる燃料電池が有力視されるのも頷けるというものだ。何と言っても注目されるのは、その兵装ということです。新型の DRX6 型の長魚雷が実装されると予想されています。これらは、既存の他の潜水艦に配備されている現行のは、地球式長魚雷から GRX6 型に置き換えられていくことになると思われますが、当然の茂行きでしょう。この GRX6 型長魚雷というのは、深い場所で使用できることは言うまでもありませんが、比較的浅い海域でも使用できる長魚雷と考えられています。特におとりとなるデコイ、デコイなどと本体とを識別する能力が飛躍的に向上した魚雷と言われているそうです。デコイというのは、おとりのことですが、敵を欺瞞、欺瞞、騙すして、
本物の目標と誤認させる目的で展開させる装備の総称を指します。古いところでは大平木楠木正成が千早城の戦いにおいて藁人形を兵士と見せかけたというエピソードがあります。三国志などでもこういったエピソードがありそうですね。今後海上自衛隊が主戦場になるだろうと考えられる海域が今までよりも浅い海域にシフトしつつあることが明らかになっていると考えられます。同時にそれに対応して戦術面でも刷新が感じさせるものになっているようです。また3000トン級潜水艦はその全体の外観もそう U 型の延長線上にあり、 X 字の艦尾の舵のデザインや船体の全部に設けられたセール部分などこれまでの形式を踏襲したものとなっている。3000トン級潜水艦の収益は2031年頃になると予想されており、この時点ではリチウムイオン電池の性能向上または燃料電池の開発実装も考えられ、さらなる連続潜航時間距離を獲得するだろう。総じて3000トン級潜水艦には新機軸の採用はほとんどないようだが、そう流型横流等流に投入された技術をさらに高めて完成度を向上させたものだと言えそうだ。しかし世界の情勢を今現在考えてみると、最大の仮想敵国と目している中国はすでに原子力推進型と通常動力型2種類の潜水艦を70隻余りも保有しています。この潜水艦は攻撃型戦略型の両方があります。言うまでもなく日本との数の差はますます拡大しつつあることは言うまでもありません。すでに水上戦闘艦の数でも中国海軍に大差をつけられている日本です。こうなれば数で対抗する戦術はすっぱりと諦め、ステルス性や探知性能などのテクノロジーの向上、兵装のクオリティアップなどで立ち向かうしか残された方法はないように思われます。このような状況を踏まえ、また省力化と人間に依存する潜水艦の運用方式を改めるために、やがては実用化されるだろう無人潜水艦の開発に力を注いでいく必要性が高くなっているのではないかと推測しているところです。